間にキルト芯を入れてガーゼを使ったふわふわアイマスクの作り方です。マスク生地の残りや歯切れで作れます。レンジで温めるアイマスクの下につけるのもおすすめです。材料はこちらです。表生地、裏生地、キルト芯、それとゴムです。裏生地はガーゼ生地で、キルト芯はダイソーのものを使っています。ゴムは太めの強いものなら45センチくらい、細めのものを45センチで切るときはこのように端にアジャスターをつけると便利です。型紙は概要欄からダウンロードできます。製図する場合はこちらを参照ください。間にキルト芯を入れて3枚重ねて切り取ります。ゴム付け位置の印をつけます。表布の表側に今回はダイソーの濃い色布用の印付けペン、これを使いました。書いてしばらくするとこのように白い線ができます。とても使いやすかったのでおすすめです。この印のところにゴムを仮縫いします。印とゴムを合わせて端から5ミリくらいのところを縫っておきます。ゴムを内側に入れてその上にガーゼ、キルト芯、この順番で重ねます。大体でいいので真ん中5センチくらい開けて待ち針で留めます。ここを返し口の印にします。周りを待ち針で留めます。裏を向けて表側から1センチの縫い代でミシンで縫います。真ん中を開けて縫います。鼻のところに切り目を入れます。糸を切らないように少し細かめに入れます。カーブのところを5ミリくらいカットしておきます。返し口から表に返します。指を入れてカーブをきれいに整えます。返し口を1センチ内側に折り込んで、今回はふんわり仕上げたいので手縫いでコの字に閉じます。表側の裏から針を出します。ここからコの字に縫っていきます。上を少しすくって次に表側をすくってで、この字になるように縫っていきます。少し慣れてきたら連続ですくって縫います。裏をすくって表をすくってまた裏をすくって、最後まで縫います。最後まで縫ったら玉留めをします。玉結びをして裏に入れて引き出します。玉留めが内側に入ったらこの糸を切ります。
これで出来上がりです。アジャスターをつけるときはこの顔の横のあたりに